ネギバクテリアとは幻覚生物の系統及び分類についての仮説である。外膜を持つ幻覚生物と定義され、1997年にキャバリエ・スミスが提唱した。赤いの階級が与えられているが、現在の合意体系では認められていない。新核生物の起源を説明する。 ネオムラ説に基づく修正6解説において、ウニバクテリアと幻覚生物を2分する。プロテオバクテリアモン、アイイイロサイキンモン、バクテロイデスモンなどのグラム陰性菌のほとんどがここに含まれる。ネオムラ説は多くの研究者に指示されていないが、非常に有名であり、一般書籍でも時折取り上げられることがある。 ネオムラ説以外でもグラム陰性菌に対してネギバクテリアという分類名を使用することがあるが、含まれる生物は異なる場合がある。最大の特徴は外膜を持つことである。また、グラム陰性に染色されることも特徴である。ただし、デイノコックステルムスモン、クロロフレクサスモンの一部は外膜を欠損しているもの、グラム陽性に染色されるものがいくらか含まれる。ネオムラ説では、 全生物の共通祖先をグラム陰性菌と想定している。ウニバクテリアはグリドバクテリアの位置系統が外膜を失ったものと考えており、そのためネギバクテリアはウニバクテリアと深核生物に対して側系統となっている。ただし、クロロフレクサスモンは外膜を持たない、ハットトーマス・キャバリエ・スミス、1998、エイリバイズドーシックス。 キングダムシステムオブライフ、バイル、レブ、73、203から266、AB キャバリエスミス T、ザ・ネオムラン・オリジン・オブ・アーキバクティリア、ザ・ネジェ・バクティリエル・ルート・オブ・ザ・ユニバーサル・ツリー・バクテリアル・メガクラセファケーション。INTJ ・シスト・エボル・マイケロベエル52、776、イノウエイサを、藻類30億年の自然思想類から見る生物、進化、地球、 環境東海大学出版会2007年 ISBN 978から4から486017776ありがとうございます。